本気出してみようか。
制御室か。こりゃまたひどい荒らされようだな。大変です。制御ユニットがありません。何者かによって持ち去られたようです。なんだって？一体どこへ？途中で犯人に出会っていないとすると、まだ探していない部屋に隠れているのでは。探していない部屋か。しまった。
ライダー、来る。制御ユニット、ない。驚く。不意打ちする。倒す。俺、頭いい。メズールに褒められる。でも、少し疲れたから休む。ちょっとずるいけど、チャンスだな。リクガメアミ、こいつは鉄球振り回したり飛び回ったり、厄介な敵なんだよな。こっちを片付けるか。
ましょう。制御ユニット、こんなところまで持ってきてたのか。元に戻すの大変だぞ。システム復旧しました。ほら、アイの言った通りじゃないか。オーズもよくやったぜ。怪人もやっつけたんだろ。でもガメルの方は逃がしてしまって、まだその辺にいるかも。つまり危機に陥るかもしれないという僕の予測も当たっていたというわけだ。アイの言うこともいいけど、僕の言うことも聞いた方がいいと思うよ、翔太郎。なんだ、今日はやけに絡むじゃねえか。やれやれ。アイダ博士の行動履歴が出ました。近くの端末を操作した形跡があります。よし、行ってみよう。この端末ですね。アクセスします。ちょうどアイダ博士が操作している時間に追加された画像がありますね。これはプテラ、トリケラ、ティラノ、恐竜のコアメダルじゃないか。なんだそれ、強いのか。強いも何も、一歩間違えれば暴走して手がつけられなくなる危険なメダルなんだ。そんなものが。はい、どこで撮影したかわかるか。画像データに保存されているGPS タグによると、この浄水セクター内、下水道エリアの最深部です。下水道だと。アイダ博士はこの島の秘密を調べ回ってた。事故の前か。そう考えると納得がいくね。じゃあ早速行ってみよう。それが下水道へ行くにはまだセキュリティレベルが高く、ゲートがロックされています。残るエリアは浄水施設エリアですね。仕方ねえ、そっちを探ってみるか。